しましたぞベジータ王子。何なんだこの化け物は。パラガスでございます。新惑星ベジータの王になっていただきたくお迎えに参りました。何？新惑星ベジータ？父さん！嘘です！父さんを王に迎えて新惑星ベジータを再興するなんて全て嘘です！何？騙したな。やっと能天気なお前でも。待て待て待て！ベジータをそのようなことがあろうはずがございません。父さん！僕なら信じることができる。あなたの子供でしょう！ベジータ王！父さん！どこに行くのかね。伝説のスーパーサイヤ人を倒せるのはベジータ王あなたしかいません。伝説のスーパーサイヤ人。南の銀河一帯をその脅威のパワーで暴れ回っております。このままではせっかく築き上げた新惑星ベジータも。嘘です！全て嘘です！伝説のスーパーサイヤ人はパラガスの息子ブロリーなんです。何？騙したな。やっと能天気なお前でも。違う！滅相もございません。私より力の劣るブロリーがスーパーサイヤ人だなどと。嘘です！本当に恐ろしい奴なんです。ロングヘアの男の探偵ごっこに付き合ってる暇ないよバーク。お前トランなんとかでしゃばるな。伝説のスーパーサイヤ人は俺が見つけ次第ぶっ殺してやる。残念ながらあなたは今から間もなく伝説のスーパーサイヤ人の恐怖に侵されてしまうんです。そして一瞬で伝説のスーパーサイヤ人にやられてしまう。何をおかしなこと言ってる。そんなはずがないだろう。そうですよ。お前本当に大丈夫か。本当だ。信じてください。無理ですよ。僕たち友達でも何でもないからね。お前パラガス案内しろ。父さん。あなたもどうぞ。ベジータ王の血を引くトラ。なんと王子。俺はトランクスだ。はいはいはい。嘘。ベジータ王。ベジータ王、銀河の至るところから集めたならず者たちがあなたの従僕としてお待ちしておりました。全て嘘です。息子です。何なりとお使いください。ブロリーです。長い黒髪の少年、奴が伝説のスーパーサイヤ人。間違いないな。はい。がっかりさせやがって。拍子抜けだ。どんなすごい奴かと思って来てみたら。どう見ても大したことないな。見た目の雰囲気だけに惑わされてはいけません。この世のものとは思えないほど凄まじいパワーを。ああよく見ろ。ブロリーは呼吸戦士でございます。かわいそうだが勘違いというわけだ。申し上げます。トノカマ星にスーパーサイヤ人が現れました。何？早速伝説のスーパーサイヤ人を征伐しに出かける。父さん、全て嘘です。父さんを騙すためにパラガスが彼らを使って作らせた見せかけの情報です。しつこいぞ。証拠はどこにあるんだ。証拠は。しょうがないな。あいつ急にどうしたんだ。飛んでっちゃったよ。ベジータをさとと噛ませに出撃する準備だ。父さーん。嘘です。お願いします。惑星シャモから連れてこられた奴隷か。 あいつだ。俺たちの星で暴れたのは。騙したな。やっと能天気なお前でも飲み込めたようだな。全てはトラ。なんとこの言う通りだ。こんな最低の星には何の未練もない。彗星が、その計画は失敗だ。そして全てが終わる。
やめろ。伝説のスーパーサイヤ人のお前は確かにとんでもない強さ。だが今のお前なら俺でも十分倒せる。トランクス、銀河の至る所から集めたならず者たちがあなたの従僕としてお待ちしておりました。もちろん私もあなたの従僕でございます。トランクス、お前がナンバーワンだ。本当にすげえ。さすがに抜けてるよな。うまいうまい、上手よー、日本一。あの、俺は別にそんな。まったく大したやつだぜ、貴様。トランクスはすでにオラよりしっかりしてるしな。確かに。なんなんだ今のは。伝説のスーパーとてつもなくすごいブロリーマッドなんです。そう思いませんか。はっ、面白くない。この俺が爆発くらいで死ぬと思っているのか。お前何か勘違いをしているんじゃないか。これはブロリーマッドなんだぞ。つまり助かったブロリーさんがいるマッドもあれば、死んでしまったマッドもある。この始末、はてさてこの先どうなりますことやら。よく頑張ったようだが、クズマッドは消してやる。やめてください。そんなことをさせたら虫はっ